マネージャーさん何ですか、私を突然呼び出して。青木さん、今からハワイに行っていただきます。コロナなのに。はい、ということで今から飛行機に乗りに行きます。今のシーン使ってほしい。ここですか。ここです。え、マネージャーっても昔あれですね、空港で働いてましたよね。はい。え、なんかそれのつてでですか今回。いや、全然そうなんじゃないんですけど、青木さんにハワイに行ってほしくて。だってコロナで今行けなくないですか、海外。行けるんです。行けるんですか。これ入ります。はい。すごい。え、だってこれ空港ですよね。見てください、これ。深圳、パリ。すごい。めっちゃテンション上がる。なんか空港ってテンション上がりますよ。そうですよね。高揚感みたいな。ハワイにご予約されておりますので、ハワイのスタンプをさせていただきます。こちらにご入場いただきますので。ありがとうございます。今からハワイ行ってきます。すごっ。こんな感じに。え、ガチモンじゃないですかこれ。見てください。お名前もしっかり。私本名じゃないんですけど。こちらのハワイ。はい。やあ。こちらのファーストクラスのお座席でございます。これ実際のファーストクラスの椅子ですか。はい、そうなんです。こちらもともと機内で使われていたファーストクラスのお座席になります。こちらのお座席でどちらでも構いませんので。本当ですか。はい、そしたらトイレ行きやすいんで、もう通路が通路が窓際どっちにするみたいな感じですよね。はい、通路側で。池袋って書いてるじゃないですか。でもちょっと気分が多くなっちゃう。ファーストクラスですよ。だってどうですか、似合います。似合います。でもちゃんと綺麗に撮ってない。シートベルトしてください。あ、シートベルト、はい。ハワイのお料理らしいです。え、こんな量食べれるかな。大途中だから。ちょっと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 え、ちょっと
じゃあまずマグロいただきますね。いただきます。なんか焼肉タレっぽい味する。ポケっていうあの味付けたら焼肉っぽいちょっと味ですよね。なんかすごいあの味は濃いめの味ですよね。そうですよね。見てください、このでかいホタテ。めっちゃでかくないですか。こんなでかいホタテあんまりなくないですか。一口でいこうか。これ一番だわ。一番美味しい。ポケも美味しいけど、ホタテはなんかバーベキューみたいな味する。こちらカルーアピックと言いまして、はい、ハワイの方では宴の時に食べられている料理だそうです。じゃあもう特別な料理なんですね。ぜひいただきます。ナイフ右でした。ナイフ右です。柔らかい。柔らかい。シェフの方にご挨拶できます。はい、あのもしよろしければ。大丈夫です、大丈夫です。演出なんで。そうですか。すいません、本当に呼ばれたら困っちゃう。困らせないでください。いやいやいや、無理ですよ。青木さん、女子アナだったからいけるんじゃないですか。あ、まあ、確かに。一応プロだったんで。こうじゃないんですね。どうなんですか。どこにいるんですかね、あの帽子かぶった CA。 ちょっとカジュアルすぎますか。カジュアルすぎますね。皆様にご案内いたします。この飛行機は間もなく着陸いたします。シートベルトをもう一度ご確認。あ、一瞬僕いいですか。シートベルトをもう一度お確かめください。もうえどうですか。結構私もやれそうですかね。一旦ちょっとお手本見せてもらいましょうか。皆様にご案内いたします。この飛行機は間もなく着陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。 Please make sure that your seat belt is securely fastened. Thank you.ちょっと私よりは上手かなっていう。そんな振動来てないです。皆様にご案内いたします。この飛行機はダニエル K 井上国際空港に着陸いたしました。現地ハワイの天気は晴れ、気温は26度でございます。飛行機の準備ができますまでしばらくお待ちください。皆様、大変お待たせいたしました。お帰りの際はお忘れ物、落とし物ございませんように。これに気を取られめっちゃ気取られちゃいました。本日は誠にありがとうございました。すごい今のこのね、コロナ禍でしがらみありますけども、非日常体験をさせてもらえるっていうのはすごいいいと思います。本当ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃいい体験になりました。本当によかったです。ちょっとは旅行したっていう。いや本当にもうこの動きで分かっていただけたら、もうこれぐらい本当すごかったんで、ぜひこの振動をですね、味わいに来てください。ファーストエアラインズさんの、詳しい詳細は画面の下にリンクありますので、そちらをご覧ください。ありがとうございました。めっちゃおこがましい、こんなペーペーに。じゃあ書かさせていただきます。すいません、久しぶりすぎて書きたかった。登録されているのお名前の確認をして、合ってますか。お登場の際、名前を確認してください。ファーストエアラインズさん。ファースト。
ファーストエアラインズじゃないですかね。まあどちらでも大丈夫ですか。これいいんじゃないですか。ありがとうございます。成功しちゃう。ありがとうございます。